まとめますとですね、
この時代というのはオペラとのギルトーソの時代があったんです。もうそれでお客さん満足してですね、もうリストを聞きに来て出演するゴルフセンターからいいっていうぐらいかっこいいから、もうロックスターみたいな感じで、まあですね、あのオペラ歌手にしてもピアニストです。で、じゃあメンデルスは何をしたかっていうと、すごくこういうことをしたんですね。ロマンパを代表するジャンルではコンクロスを提案した。例えばさっきの真夏の夜の夏の夜の夜って曲があるんですけど、こういうことです。でこれも16歳ぐらいで書いたものなんですけど、でこれはもう さっきの劇音楽と前に、単独で書いたものして、で、そうですね。で、この一つのソナタ形式の曲の中に全部の世界を入れ込んだ。で、ちゃんとしたテーマがもう、夏の夜の夜の夜がある。これだからシェイクスピアが書いた音の話ですね、妖精の話。これ妖精が飛んでるみたいなんですね。で、気になるの動物っていうのは、まあ、さっき言ったようにスコットランドにある江ノ島みたいなところです。伝説の動物。そういう伝説の動物があります。だからその公共誌っていうのを実質的に提案する。公共誌って言葉自体はフランスの人だったんですけど、実質的に提案するということです。あとは次はですね、ロマン版が見ている形式のソナタ形式を流行した。これはさっきのこの公共自体がソナタ形式の中ですごく影響を受けています。完璧に書いてあるのに、構成として完璧にあるのに、すごく名前に。でそれを科学省の4万章のシンボリーでこういう形で流行したのが、それはスコットランドの高校生だったんですね。それ以降ロマンの人たちはこれ以降そのロマンの人たちはベートーベンという先輩がいました。でベートーベンはもう完璧だったんだけど、自分たちの欲望としてはもっとロマンティックな、こうなんかこう兄弟を持ったなんとかの話とかね、俺が海に行ったりとか、ね、俺山に登ってとか、そういう話をやりたいのにあの人愛してる。そういう話をしたいんだけれども、ちょっと、そのだけ知ってどうやって申し上げたか分からなかったけど、その お手本を示したんですね、メールですよ。だから、みんながその後を書こうって、みんな、その後。で、もう一つは、それも関係するですけど、循環作法というのがあります。これが、前回も提示しましたけど、その、一つのテーマ、メロディーであったり、あるいはそのモチーフであったり、そういったものを、4楽章の中で4楽章の形式の中に縮めるっていう、そういう方法ですね。で、それはもう、10代で書いて、芸学術とか、完璧にそれを取っています。でこれは例えば先ほど言っていただいた大コンセプトの調整が完璧にシンメトリーであることを示していますけど、例えばこういうふうにですね、設計がちゃんとしてるんですね、バイオン、はい、で、バイオン予測がありましたけど、ビルドアウト計算が言ったら、パガニーニのコンセプトっていうのは、こういうことは考えてないんですね。こういうことを考えてない、きちんとシンフォニーとオーケストラとソロが語り合うようなっていうのを作った。それも大変です。で、もう一つは無言歌手、最初にやったあるのかは無言歌手。それがキャラクターピースというのを提案する。でこれによりまして、例えばグリーグという人がその女装装飾を書いたりですね、あるいはチャイコフスキーパフォーがこういう日本歌詞を書いたりですね。でそれでこういうなんかそのところで。で、この性格商品種というのは面白いのは、弾きやすいんですね。弾きやすいのは何でかというと、当時19世紀の前半から後半に至るまで、ピアノが爆発的に各家庭に普及していくわけです。みんながちょっとずつお金を持っていて、買えるようになっていく。じゃあ何を弾きたいかって言ったら、無言語を弾きたい。みんな無言語、リストなんか難しすぎるから弾かないんです。皆さん無言語を弾く、そういうものを提供した。で、6×8×48 以上もあるんですけども、でこういったものをその提供した。で、だからでも次はちょっとマニアックなんですけども、宗教音楽ですね。で、宗教音楽、こういう、これレイヤーっていうことなんですけど、ラトリオ。で、19世紀になったらもう教会の力が弱くなってました。もう民衆のものになりました。だから音楽家っていうのは教会に憧れていたものなんです。まあ半分ぐらいいたと思うんですけど、その人たちがいなくなっちゃう。でもそれでも面倒くさいのはこういう自由な場で音楽を演奏会の場で宗教曲をやろうぜっていうことを提案して曲を書いているという人です。次はですね、ボルダーサーラーというのがあって、これはもうThank you.
頭に浮かぶのが分からなかった。で、皆さん意外と好きなんで、頭いないように受け取ってるけれども、例えばシューマンがもしメンデルスゾーンがいなかったら、ですね、音の部分がですね、だからシューマンのメンデルスゾーンが書いてるその形式を、あ、こういうふうに書ける、俺もローマンチックにそのまま書けるっていうのをシューマンは学んでいくわけです。だから、そういう話では、出題学とか本教学っていうのは、その後、バイオサーターとか、シンフォニーでも、元にならなくて、ちょっとショパンの理由みたいな、ピアノの指針図みたいな感じになっていたんじゃないかと、勝手な想像するわけです。ワーグナーについては、本教学が一番よく出したくなるから、もう、パスしてするって言ったんですけど、あとにもなんないけど。で、ショパンはあんまり関係ないです。彼は単独で天才なんだけども、でも、ソナタ、ピアノソナタ3曲してる3曲書いてますね。で、そういうことを書けなかったと思います。でも、ブラームスとかは完璧にシューマンが勉強するのがいなかったら、ありえませんね。この人が分かってる、ビルトーソでもなければ、オペラも書いていないから、こんな人は生きていちゃいけない。別に、なのに、ちゃんとブラームスが認知されていくっていうのは、勉強するのが真面目な音楽をやろうぜっていうのを、そういう伝統を作ったからなんです。でも、それがスパゼになったのがチャイコフスキーで、チャイコフスキーはライブの音楽を書いてから、ライブを書くまで10年ぐらいブラームスがいる。その間に組曲点を書いてる。組曲とシンフォニーを両方ともオーケストラの多楽章形式の曲なんだけれども、違いがあるんですね。やっぱりちゃんとしたその循環処方で、その形式で書かなくちゃいけないという思い込みがチャイコフスキーの中にあって、それが彼を自身を苦しめたんですね。彼自身はもっと自由に書きたいのに、ちゃんとした音楽を書かなきゃいけない。で、そういうプレッシャーを与えたのはどこの誰だって言ったらメンデルスゾーンなんですね。メンデルスゾーンのスコットランド交響曲のような曲を書かなきゃいけないと思っていた、そういう自負があって、ロシアで一番の交響曲作家であるんです。それ本人も思って、だからその間のフランスもあったわけです。これもメンデルスゾーンなしとは言えないんです。ドルザークっていうのも、セレナダっていうちょっと上の兄貴分がいて、彼はオペラを交響して、すごくチェコの音楽に見られますね。で、それでドルザークっていうのは、そこに室内楽と交響曲を書いていくわけです。もうここまで言えば分かると思うんですけど、こんなことをやろうというのはメンデルスゾーンがいたからです。で、グリームっていうのはもう、グリームはもっと直接的で、ライプツィヒ音楽院を出ていて、ゲーゼの弟子である。もう本当に弟子です。サンサンスっていうのは、唯一のドイツ主義の音楽家と言われていて、要するにフランスっていうのはオペラの全盛期、ドイツ人がフランスに行ったらオペラを書いちゃったらいかんと思う。それぐらいですね。フランスっていうのはこう育った形式が根付かないはずの場所だったんだけども、そこでサンサンスの歌を書いて、これはもうメンデルスゾーン主義とドイツ主義っていうのはイコールメンデルスゾーン主義なんです。あとはワーグナー主義の紹介です。ということでですね、そうやって考えるとメンデルスゾーンっていうのがいなかったら、もう19世紀のロマン派の音楽っていうのはもうなんか全然違ったものになってたと思うわけです。で、そういったものっていうのは、ただ、あんまりそこまで真剣にメンデルスゾーンをこう位置づけるってことは、これまであまりなされてこなかったというのが正直なんです。で、ところがですね、2000年代になってからですね、リー・トットさんがこういう本を書いてですね、それからまあ日本でもその先生がこういう本、スコットランド語だけでこの何百ページもある本を書いてですね、あるいはこの論文はすごく面白くて、さっきの連絡発出層がいかにその、もう意識の塊かっていう、ヘーゲルとの哲学とアルフレーメンするっていうドイツの哲学と、それとそのメンズソンっていうのを対比させて分析したっていうすごい長い本なんですけど、例えばこういうものが出てきたりする。で、これが去年フランスで買ってきたんですけども、メンズソンの全部の曲っていうのは、作品版が付いてない100冊何百曲しかないんですけど、これ700曲以上あるんですよ。で、それについて全部思わせるっていうことがあるんです。まあ、すごくメンズソンを真面目に捉えるっていう、雰囲気ができているんです。で、メンデルスゾーンの幼少期、メンデルスゾーンはどういう生涯だったかという簡単におさらいしますけど、この人はこんな絵が残っているかというと、少女漫画チックな存在なんです。で、これはですね、お姉さんの旦那が描いて、でもお姉さんの可愛い少女をちょっとここに描いてます。そういうのも残っている。で、そういう感じで、綺麗なお姉さんと、お父さんの動画でもで、そういうところで生まれます。で、これはドイツで有数のボホメに入る人を経営しているで、そのおじいさんは何かというとモーセスという人で、モーセスはでも獣医師だとユダヤ人だったから、ベルリンというのは門が2つあって、ユダヤ人が入るものと人間が入るものがあって、ユダヤ人が入るものは牛とか馬が入っていた、そういうことを経験する。で、当時からその獣医師は正当だったんですが、でそれに対してちょっと、我々も人間なんじゃないかということを述べたのがモーセスです。で、いろいろ苦労するわけです。で、その中でベルリンにお父さんお金持ちでベルリンのサロンを開いたりして、子供にすごく教育をしています。で、教育をさせることをします。例えば体育っていうのは当時ドイツで勃興します。私の大体は鳥箱とか鉄棒だなんだと思うんです。で、半島のメンデルスゾーンは教育を受けています。そういうショックの人です。で、ここでですね、キリスト教
で、これにはいろんな事情があったんだと思います。で、これで獣医師さんが答えます。あ、獣医師さんが言われて。で、その後で、ゼルターっていう人、このゼルターっていう人はバッハ好き者で、バッハにもベートーヴェンのバッハっていう人でバッハに出て、ガンガン彼に連載っぽいことをしたんですね。で、もう一つはすごく素敵なことをしたのは、ゲーテを訪問した。で、ゲーテを訪問して、まあ、彼が心臓ぶりっていうのを見せつけて、ゲーテの心を通ったと。常にメンデルスソンの周りには当代一流の芸術家がいて、そのまとめっていうのがパリにお父さんが連れていくんですね。なんでかっていうと、その結構インプかかっているから、当然本物のプロの作品になるかもしれないということになって、パリに連れて行って、ギルベニーっていう、まあ、当代一流の作曲家がいて、その人にピアノ指数奏を聞かせるんですね。で、お父さんはすごく真面目なんです。だから、それで、この曲を聴かせて、でこの人がプロの音楽家として生きていけるだろう